はい、こんにちは。VOJ ラボです。今日また、御岳山のケーブルカーで登ってきました。いつもなんか登ってきてる感じしますけどね、ここで。はい、今日はですね、大岳山に登りたいと思います。大岳山ね、久しぶりなんで、ちょっと楽しみですけど、ここから、ケーブルカーから2時間ちょっとぐらいですかね。いや、紅葉が綺麗ですね。御岳山はスルーして大岳山に向かいます。ロックガーデンに降りる道ですね。今日は行きませんけど、ハイキングの方はね、ロックガーデンぜひ行った方がいいですね。沢があって、滝があって、苔むした、ね、岩がたくさんあって、非常にいいとこです。さすがに平日の朝なのであまり人はいないですね。まあでもお昼ぐらい近づくとね、山頂もだいぶ賑わうと思うんですけどね。はい、水場です。ここでちょっと水汲んでいきます。はい、東屋のある分岐に着きました。ここからね、大岳山方面は本格的な登りが始まります。はい、じゃあ大岳山登り開始です。階段きついですね。前この階段なかったと思うんですね。いや、暑い。分岐に着きました。大体標高1000メーターぐらいなんで、あと200ちょっとですね。まだ遠いです。木の隙間からですけど、大岳山目の前に見えてきました。はい、これより岩場脱落注意です。柵がついてますね。去年登った時は多分柵なかったと思うんですけど、
よっぽど滑落する人はいるんでしょうかね、ここで。いや、おととい、ヒノキボラ丸登ったんで、微妙に筋肉痛なんですよね。そんなに、筋肉痛にならなかったですけど。微妙に筋肉痛だと、ちょっと、足が上がりづらいですね。よいしょ。ちょっと下りですね。ここは最終水場です。やっぱり出が細いですね。ちょろちょろとしか出てません。ちょっとね、枯れる危険もあるんで、あまり当てにしない方がいいかもしれません。大竹さんとね、ずっと休業してるんですよね。ここ営業してくるとなかなかね、いいんですけどね。ここ泊まって朝早くから大竹さん登ってませんっていうね、こともできるんですけど、ここを登ればね、もう、山頂なんですけど、かなり急登ですね。岩場も、結構出てきます。で、大岳山荘やってないんですけど、大岳山荘の横にあるトイレは使えるんで、ここ最終トイレなんで、はい、ここでトイレね、済ました方がいいと思います。はい、じゃあ出発します。もう山頂直下なんで、あとすぐなんですけど、この岩場がなかなか手強いです。結構段差が大きくなるんで足がきついですね。ちょっと雲かかってますね。はい、ちょっと無線の準備をします。はい、準備できました。アンテナはいつもね、 SG9500M ですね。 2m430、1200 の、トリプルバンドを三脚につけて、はい、IC705 は、はい、内蔵バッテリーでね、 5W 以下でやります。さあ、どんなもんでしょうか。ジュリエットエコー1、ビクターユニフォームジュリエットポータブル1。はい、各局ありがとうございます。 JE1 ビクターユニフォームジュリエット JK1 です。はい、いつもありがとうございます。号泣ちょうどぐらいですかね。東京練馬区に入館です。
はい、移動地は東京都西多摩郡は奥多摩町、大岳山の山頂です。1267m の山頂です。こちらもね5959プラスでね、非常に強力に来てますね。73失礼します。はい、失礼します。ご検討ください。はい、ありがとうございます。ジュリエットエコー1ビクターユニフォームジュリエットポータブル1。ビクターユニフォームジュリエットポータブル1、こんにちは、59です、どうぞ。はい、了解です。 7M1ポータブル1、はい、石岡市ですね、59、ありがとうございます。はい、こちら JE1VUJ ポータブル1、今日の移動地はね東京都西多摩郡奥多摩町、はい、奥多摩町のね大岳山というね山頂からってますね。 1267m 山頂です。こちらもね59プラスでね強力に来てます。どうぞ。角はねビューロー東京都にしておきます。またお会いください。さよなら。はい、失礼します。 73 どうもありがとうございました。はい、AC がお借りいたします。ハロー CQ2 メーター、ハロー CQ2 メーター、こちらジュリエットエコー1ビクターユニフォームジュリエットポータブル1、JE1VUJ ポータブル1、移動地は東京都西多摩郡奥多摩町、大岳山の山頂です。ご入環境ございましたらコールください。マラソンコンテストにも参加しております。こちらジュリエットエコー1ビクターユニフォームジュリエットポータブル1受信します。あ、ジュリエットキロー1 JK1 コーリングユー、おはようございます、よろしくお願いします。こちらからレポートがですね58ですね、58 58、 QTH は相模原市の南区です。相模原市南区です。こちらね5959プラスでね、はい、強力に来てますね。はい、今日ちょっと3ワットで、ね、やってるんですけどね、はい、まあね58で入ってるようでね、はい、まあ大丈夫かなというところですね。はい、今日も天気ベリファインでね、はい、富士山もね綺麗に見えてると、そんな感じでございます。ジュリエットキロー1東京府中市コーリングユー、こちらからレポート5555お送りします。はい、こちらで、ね、5959お送りしますね。はい、ちょっと私のね髪の毛なんで、ね、分かりませんけどね、はい、私ね、またありがとうございます。はい、今日ねマラソンコンテスト初日なんでね、ちょっとねちょっと高い山ね移動してきました。はい、午後ありがとうございます。今日ね3ワットでね、ちょっとね抑えめにやってますけどね。ジュリエットパカーは59です、どうぞ。はい、こんにちは、いつもありがとうございます。 QTH は神奈川県鎌倉市、 JCC はヒトヒト05、1100トンデゴ鎌倉市、レポートごと959です。カード送ってきますね。はい、ありがとうございました。はい、お借りしますね。他入管局バッチステーションいらっしゃいますか。こちらジュリエットエコー1ビクターユニフォームジュリエットポータブル1受信します。ジュリエット1。はい、移動地は東京都西多摩郡奥多摩町ですね。はい、奥多摩町からです。はい、59ね59お送りしますね、どうぞ。栃木県小山市、8月に、さんが赤岳移動された時にお会いしていただいてますかね、その時以来になりますけど、どうぞよろしくお願いします。そちらからのシグナルも小山市に5959で入管です。奥多摩町から5959お送りします、どうぞ。はい、奥多摩町ですね。はい、あれこのコールの方は YouTube じゃなんかなんかで見たような、違うかな、違うかもしれない。はい、59で、西多摩の広出町。了解です。あの私の YouTube やってます見ていただいているとありがとうございます。はい、今日実はちょっとね録画してましてね、はい、ちょっと使わせていただければなと思ってました。はい、ね、今日ねたくさんにぎわってますのでね、ご検討ねください。ありがとうございました。 7Nポータブル1、さあこちら J1VUJ ポータブル1、はい、奥多摩町の大岳さんからでした、ありがとうございました、どうぞ。はい、そうですね、あ、やっぱりそうですか。 なんとなくピンときたんですけど、拝見しております。いいねでも一言と思いますが、じゃあ拝見しますので、またよろしくお願いします。バンバン使ってください。よかった。こちらのコールはジャパンアメリカ9 JA9
ータブルワンです。今年また会えてきました。去年もね、さながらお会いしましたけど、あと今年はいろんなバンドでね、つながってましたですね。コンテストはアムだったと思いますけどね。こちら神奈川県相模原市中央区ひとひとひと丸丸ふた、こちらの号泣ね、59プラスでね、記録に来てますね。はい、いつもありがとうございます。今日ね、さすが初日なんでね、ちょっとね、移動してきました。はい、今日ね、晴れてたんですけどね、今ちょっとだいぶ雲が増えてきましたけどね、はい、まだいいお天気でね、そんな風もなくね、あったかい感じでやっております。こちら、シリエット病院。茨城県筑西市。はい、奥多摩町ね、奥多摩町から号泣59お送りしますね。号泣プラスで、入館しております。号泣西多摩郡奥多摩町でよろしいでしょうかね。はい、はい、送りました。こちらのコールさん、ジュレットオスカー1ポータブル1、茨城県はつくば市ですね。はい、つくば市はつくば山、与太美山の方から鳴りを出しております。877m かな。はいはい、そんな感じです。はい、ロペット594-2丸、はい、了解です。筑波山飛びますよね。こちらの方がね、ま、こちら 1267m ね、こちらの方が標高高いですけどね、筑波山独立峰なんでね、はい、こちらに、ね、非常に飛ぶんじゃないかなと思ってましたね。はい、カード了解です。カードこちらからもね、JAL ビロケーで送らさせていただきますね。7233、はい、ありがとうございました。ご検討ください。73、はい、12時、過ぎました。大体ね、20曲ぐらい、20曲ちょいやったんでね、そろそろね、下山したいと思います。まあまあ、まあ今回の、ね、コンテストね、ぼちぼちやりますんでね、まあ、ね、10日間、11日間のコンテストなのでね、はい。まあ、あんまりね、焦らず、やっていきたいと思います。はい、ちょっと撤収してね、下山したいと思います。はい、撤収しました。山頂に賑わってきましたね。富士山はだいぶ雲隠れましたね。はい、じゃあ下山開始します。結構ね、いい周波数がみんな埋まってるんで、端の方でやるとあんまり呼ばれないですね。すぐ途切れちゃいますね。で、普通のコンテストと違ってね、もう普通の QSO な感じなんで、結構ね、長めに喋るとそんなにね、たくさん QSO、できないですね。はい、まあそれもね、特徴的でいいコンテストですかね、普通の QSO でね。はい、ここまっすぐ行くと、のこぎり山、御前山方面、奥多摩駅方面なんですけど、ここ一応ね、通行止めになってますけど、このね、うなざわ単勝路っていう、悪路ですね、バリエーションルートですね、ここ行ってみたいと思います。ここから下山します。まあ、一般のルートじゃないんでね、ここはあんまり通らない方がいいと思います。クマですね。ちょっと今日クマ鈴持ってきてないけど、まあ、落ち葉の歩く音でだいぶ音がするので、それで逃げてきましたね。まあ、やっぱ危険なルートですね。クマいますよ。はい、悪路ですが、標識があります。三つ釜の滝、2.3 キロ。はい、こっちですね。まあ、やっぱ迷いそうなところにちゃんと、だって立派な標識が立ってますからね。はい。
まあ整備されてないですからね。はい、ロープが急坂なんでロープがあります。危ないです。沢が出てきました。モノレールいました。モノレール乗りゃいいじゃねえかと思った人はね、違いますからね。これね、わさび田用のね、わさび栽培用の人のモノレールですからね。今わさび栽培の方いらっしゃいますけど、下にね、ああここ分かりづらいですね。反対側に回らないとダメでしょうね。あっちのなんかパイプがある方は道がないですね。ちょっとあそこの辺で渡るの不明瞭です。あ、ここにもちっちゃく標識がありますね。大岳山、宇奈沢。はい、お怖い。紅葉がちょっと鮮やかになってきました。はいはいはい、来ました。やっと来ました。よいしょ。いやいやいや。はい、来ました。大岳山、悪路、宇奈沢林道、大滝。はい、滝を見に行きます。こっちです。滝の方もね、なかなか道が分かりづらいところが結構あるんで気をつけてください。はい、大滝来ました。あ、この辺はちょっと紅葉には早いですね。まだそんなに色づいてない感じですね。じゃあ宇奈沢園地に向けて、出発します。途中にもね、滝があるので滝も見ながら進みます。ねじれの滝の標識がありました。ねじれの滝見えないですね。もうちょっと行かないと。はい、ねじれの滝到着です。多分ここ三ツ釜の滝の上の部分ですね。下に下ると三ツ釜の滝っていう標識があると思います。三ツ釜の滝です。あ、標識がないな。わかりません。ああ、道不明瞭とやっぱなってますね。宇奈沢さん滝はね、歩き慣れてる人以外は非推奨ですね。いい滝なんですけどね。はい、宇奈沢園地に着きました。トイレもあります。あ、私もちょっとね、トイレ寄ってから奥多摩駅に向かいます。モノレール終点ですね。ここにも結構立派な滝があります。
はい、奥多摩駅着きました。ありがとうございました。